で、まあ、パラと触れ合うことでその、まあ、皆さんに、まあ、喜んでいただくんですけども、まあ、ロボットとして、ここで簡単に機能についてご紹介したいと思います。まあ、大きさは55センチありまして、まあ、体重が 2.7 キロ。この重さというのは、まあ、人がパロを抱っこしたときに、まあ、ちょうど人間の赤ちゃんよりも少し軽いぐらいの重さなんですけれども、特に女性の方にですね、例えばあの年配の方が昔子育てをしたとか、あるいはお孫さんを抱いたとかですね、そういう過去の経験をうまく引き出す、まあ、連想する、まあ、そういうことを目的にデザインしています。それからパロにはセンサーがいろいろありまして、例えば、まあ、3つのマイクロフォンで音の方向動程や、それから音声認識、から簡単な視覚として光のセンサー、それから全身を覆う触覚センサー、またあのヒゲもセンサーになっています。それから医療福祉施設で使うということの安全性ということが重要になりまして、抗菌加工した毛皮が利用しています。それから内部には姿勢のセンサーや温度のセンサー、これはあの体温を制御する、維持するということが目的でやっています。でパロと触れ合うときにですね、あの機械のそのギアのジーっていう音が聞こえると、まあ、あんまり本物らしく思えないと、要するに機械に感じてしまうということがありますので、まあ、新たなその静音アクチュエーターというのを開発して、まあ、静かに動くようにしています。またあの人が抱きかかえるというのはロボットにとっては強い力を受けることになりますので、その力をうまく逃がしてあげるということもやっています。で内部には32ビットのリスクチップというのを2つ使ってまして、大雑把に言うと、まあ、パソコンが2台あるというようなイメージです。で人工知能としては音声、その名前を学習したり、それから、なんて言いますか、撫でられると心地よいという価値観をもとにして、その飼い主の好みの性格に変わっていくように学習していきます。でパロの製造にあたっては、まあ、最先端の製造技術を使うということで、耐久性とか信頼性というものを考慮して作っています。あとはその電磁シールドなどでですね、安全性に考慮しています。それから、まあ、パロをそのペットの代わりということも言ってますので、例えばあの犬の平均寿命は12年と言われているんですけれども、まあ、パロもやはり10年、15年、20年、まあ、生活の中で一緒に、まあ、暮らす、そういうパートナーになっていただきたいということで、その耐久性を考慮して作っています。これが内部になりますけれども、あとは、まあ、人から受け入れられるということが重要だということをお話ししましたが、まあ、感性を考慮して作って、それから本物の良さというものを考慮して、またそのハンドメイドの、まあ、心を込めて作るということで高いクオリティを目指しています。でパロの工場に行きますと、まあ、パロの工房と呼んでますけれども、そのたくさんパロを並べるとですね、顔つきがですね、一体一体少しずつ違います。そういう意味では手作りで作っているので、まあ、一つ一つ一体一体がですね、世界で唯一、まあ、オリジナルな顔つきになります。でパロの工房は、まあ、富山にあって、非常に自然や、まあ、自然が豊かでですね、食べ物も美味しいんですけれども、まあ、紅葉も今もうすぐ終わりですけれども、歴史も非常にあると。例えばこういう、まあ、世界遺産があって、あのフランスのミシュランでは三つ星になるようなですね、そういう素晴らしい地域になっています。でここではものづくりの伝統歴史というのが非常に深くありまして、例えば和紙をですね、1300年ぐらい前から作っていて、それで、まあ、奈良の正倉院にも入っている、まあ、そういう非常に高いクオリティのものを作る地域になります。その他、絹織物とか塗り物とかですね、金箔とかそういうものもいろいろありまして、まあ、それらをまとめたものというのは、例えばこういう引き山という、まあ、出汁ですけれども、こういうものに、まあ、使われてきていると。それからからくり人形、まあ、日本でいうとロボットのルーツとも言われてますけれども、こういったものがある地域になります。で今でもこういう木彫を作ったりして、その心を込めて作るというのが、まあ、伝統としてある、根付いている地域ということになります。でそれと同じような製造プロセスというのをパロには用いてですね、例えばまつげを点にする、それから顔つきのトリミング、まあ、2時間ぐらいかかるんですけども、一体一体心を込めて作るということをやっています。まあ、そういう意味で感性、あるいはそのアートの部分ではですね、海外ではかなり評価を高くいただいておりまして、例えばこうルーブル美術館で展示いただいたり、それからニューヨークの近代美術館などでも展示いただいたりしています。まあ、その他にもいろんな美術館などで展示していただいて、かなりアートの要素では高く評価していただいているというふうに思います。で実際さまざまな国々でアンケート調査をして、パロが受け入れられるかどうかということでやってきています。
で基本的には非常に高い評価を得て喜んでいただけるんですけれども、その少し地域によって違いがあります。それについてはちょうど話します。また医療福祉施設でもそのセラピーの効果の検証を国内外で行ってきています。これはロンドンの科学博物館での展示になりますけれども、ここで展示しておりましたら、そのギネス世界記録の方が来られて、セラピー効果について教えてほしいということで、いろいろ説明してですね、それで、論文を、そういうデータを示した論文を渡したら、2週間ほどしたらですね、世界で最もセラピー効果があるロボットに認定しましたということで連絡いただきまして、こちらとしてはびっくりしたんですけれども、よかったなと。それからあとこういうスウェーデンとかですね、イタリアとか、それから韓国、からブルネイ、ブルネイはイスラム教の国ですけれども、イスラム教は宗教観として犬とかは汚い不浄の生き物ということで受け入れられないと。そうしますと犬の形をしたロボットは、持ってくるなという、国の中に入れるなというぐらいにですね、非常にいい、なんて言いますか、形にこだわるという部分があります。その他アメリカとかですね、いろんなところで、評価をしまして、先ほど言いましたように高い評価は得られるんですけども、データを細かく分析すると大きく2つの、期待感がありまして、1つはペットの代わり、もう1つはセラピーの道具ということになります。で、日本、韓国、アジアではファローに対してペットっていうのは高いんですけれども、セラピーの道具としてはそのアニマルセラピーそのものも認知されてないということもありまして、あまり高くないと。一方ヨーロッパでは、ロボットのことをすごく皆さん嫌うんですね。ロボットは怖いとかですね、人に、危害を加えるもの、さらには仕事を奪うものという非常にネガティブな態度があります。そういった中、パロはそのアニマルセラピーの代わりですよということを言いますと、皆さん動物のことはすごい大好きで、家族の一員あるいはそれ以上 の捉えていらっしゃいますので、アニマルセラピーについても詳しくてですね、それでパロ確かにいいねということで、セラピーの観点では非常にこう高い評価を得られます。アメリカ、ブルネイは両方にあるということになります。その他でも、例えばアラブ首長国連合、これ皇太子さん、パロの今オーナーになってますけれども、こういうアラブ系でもですね、非常に高く評価を受けます。で、これは、アメリカですけれども、マイクロソフト社 のビル・ゲイツさんが、こっそり来られてですね、15分ぐらいいろいろパロについて教えてほしいということで、いろいろ説明したら、マイクロソフトも1年後ぐらいにですね、2004年ぐらいでしたけども、ロボットのソフトウェアの開発キットを商品化したというのがあります。その他海外では日本の大使館で、日本のそういう文化とか科学技術を紹介するということで、パロをご利用いただいたり、それからあと、パーティーなどでいろんな新しい人も来られるので、例えばそのアメリカでは、これ前の加藤大使ですけれども、パロを抱えて出て登場してきてですね、それでみんなといろんな会話が弾むということで、アイスブレイカーという言い方されてましたけれども、そういう利用のされ方もしています。加藤大使は今プロ野球のコミッショナーをされています。で、パロはその一般向けにも販売されていて、今1500体ぐらいパロ出てるんですけれども、7割ぐらいは個人の名義で購入していただいて、2割ぐらいが医療福祉施設でのセラピーということで利用していただいています。で、ペットとして利用していただく中では、本当にこう、なんて言いますか、家族の一員のように可愛がっていただいて、例えばこう寿司屋さんに連れて行っていただくようなですね、そういう方々もいらっしゃいます。このご夫婦はパロと1年半ぐらい生活されているところの後のところを撮影させていただきました。他のお客さんともすぐこう打ち解けると。で、次に、実際 の, そのセラピーの部分でもう少しお話していきたいと思いますけれども、高齢者の施設、先ほどの最初のビデオでもご覧いただきましたけれども、こういう施設に行きますと、皆さん、車椅子に座ってなかなか動きづらい中、じーっと座ってらして、コミュニケーションもなくてですね、場合によっては寝てるのか起きてるのかわからないような状態で時間を過ごされていることも多いんですけれども、パロがこうあるとですね、まずこうスイッチが入ったように一対一でも遊ばれますし、それから周りと方でいろいろ会話をしながらですね、楽しい時間を過ごされると、非常にこう元気になる。
で実際尿検査をしますとですね、まあ、ストレスが低減するとか、それから、アンケート調査しますとその気分が向上する、さらにはうつ病の方は結構いらっしゃるんですけれども、まあ、バロンを導入された後にうつが改善して、まあ、元気になられた方もたくさんいらっしゃいます。その他脳波を調べるとですね、例えば認知症の方の脳機能が、まあ、健常者のレベルまで戻るといいますか、まあ、一時的なものではあるんですけれども、そういう現象がたくさんあります。例えばこの方はアルツハイマーがあって、いつも不安でですね叫んでらっしゃるんですけれども、手が震えていて顔も厳しい、表情されています。で通常この方を落ち着かせるためにこれまでは薬を与えてですね、おとなしくする、あるいは眠らせるということで、やってたんですけども、まあ、パロを導入してからはですね、パロをこうパッと与えるとすぐにこう落ち着いてですね、まあ、話しかけると。それでこう会話が始まってですね、で例えば自分がなんで不安に思ってるかとか、そういったことも打ち明けるということで、さっきまで叫んでたおじいちゃんとは思えないようなですね、そういう現象が見られます。でこの施設ではパロを導入してから薬を与えるのをやめてですね、ご飯の前とかお風呂の前とか落ち着かせる必要があるときには、まあ、パロを利用するということで喜んでいただいています。